はい、それではですね、今回はバイオハザード RE2 をやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではいきましょう。スタートゲーム。さあ、クリア編でございます。前回はリッカー登場というところでした。メダルがあと1個足んないということなんで、2階かな、2階のね、多分この辺りの奥とか行ってないんで、その辺行くような感じですかね。で、グレランをゲットしています。特に持っていくものはないんで、とりあえずまあ2階かなっていう感じですね。行きましょう。早速いる。こっちはそっか、閉まってんのか。で、ここのアートルームは一応終わってるんだよね。誰かここあれか、火事になってますゾーンね。火事でいけませんよっていうところで、これ下行くとあれだ、ここにね、あのレオンがいてっていうところ。ここは開かないようなところ。ここはでも行ってるんだよな。ここも全部見てるし、じゃあどこなんだ。はい、ただいま。ただいまって感じですね。マービーはまだギリギリ生きてると。ちょっと目的をてか場所を見失ってる気がする。図書館。
ら動くんだよね。ジャッキーがないでしょ。あれ、これ渡れんじゃね。そんなことある。あ、そんなことあるな。あ、いけない。え、いけるじゃんこれ。もうだってお前飛べよそこ。そこ飛べよ。ちょっとで、ここ行くとね、ただ単に落ちるだけだからね。ここにあんのは分かってんだよ。ないよね、時間。生存者リッカーね、はい、ここで初めてリッカーの話が出てくると。これもなぁ、なんかあったっけ。覚えてねえしな、そもそもな。で、前回行った2回ね。ここもな。違うよな。これは分かんねえよ。全部やっても。これなんかあるわけでもないしな。いやー、すっかりね、覚えていないんですよ。ガーゾーンね。他ここ何にもねないもんね。
いやー、さ、チェーンが巻かれてる。あ、ここか。なるほどね。オッケー、分かった。チェーンが巻かれた扉あったわ。作戦室のところね。オッケー、オッケー。じゃあそこに行こう。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。前回じゃあ最後に行った方向は間違ってはいなかったんですね。オッケー、オッケー、オッケー。見つけた、見つけた。チェーンカッターが必要です。で、こっからグワーッといって、オッケー。無視無視したかったけど、無視無視したかったけど、ほら、ババアもどけよ、ほら。よし、オッケー。で、開いた。やっと新刊ゲット。回復しとこう。これね、オッケー、ここ電池ね。ロッカールーム CAP、 ロッカールーム。じゃあさっきのが、さっきのところ CAP。 開かない。じゃあロッカールームへ行こう。そのまま、さっきの2階ロッカールーム CAP キャップ。CAP よし。 勝利だー。で、電池を取っていかないといけないから、あ、ここでよかったな。ここでよかった。じゃあ1回で電池取って新管にくっつけて、で3回で、爆破をします。 OK。電池調合したハーブ、救急スペだな、これがいらない。で、これもいらんか。で、捨てる、組み合わす、 OK、 セーブ。よっしゃ、レッツゴー。オッケー、やっと進んだわ。
これだけ。ここか。OK。よし、爆破します。すごい威力。なんかギャオって言ったぞ。あ、ここな。そこにゾンビか。最後、魚、サソリ、水ガメ、違う、これじゃない人、弓、マフラー、人、弓、マフラー、 OK。血中一回じゃ、ちょ、お前に焼夷弾はもったいねえからやめてくれ。さすがナイフ。でっかい一撃だぞ。危なっ。そっか、リッカー、そっか、ここでリッカーが出てくるから、そこに先行手榴弾があったね。ふう、危なっ。オッケー、じゃこれで近い、いけるわ。これで予約、クレアも地下に行けますね。開けた。地下に通じてるみたい。これで地獄から抜け出せる。ねえマービー、やったわ、抜け道があった。マービー、早くここを出ましょう。大丈夫？いや、俺はもうダメだ。一人で逃げろ。ダメよ。早く病院へ行かないと。いいから行け。こうなったらもう手を組むな。今すぐ街を出ろ。あなたを置いていけない。これは行くんだ。俺を助けると思って。ねえマービン。ここでマービンとはもうお別れでございます。さあ焼夷弾、
ガンパウダー、ちょっと玉ぐらい作っとくか。よし、じゃあ行こう。さあ、では地下へ行きます。はあれか、あの怪物が出てくるか。博士がね、まずは博士が出てくるんで、そいつから倒しましょう。ここかで、下はあれか、下水から上がってくるところだもんね。シルだ。で、あ、ドングルキーね。こちらからは開かないと。一番でございます。来たー、博士。やっぱり落ちるんかい。やっぱり落ちるんかい。博士ちょっと、あ、足腰フラフラじゃん、博士ちょっと。痛い言うてる。痛い、死ねえ。熱い、痛い。それはこっちのセリフです。レッドハーブ。燃えてる。危ない。おー、ちょっとそっち。
危ない。あ、痛い。ちょっと回復します。早くちょっとこっち来て、こっち。当たってるのか当たってないか、よう、そういや振ってるんかい。当たってるのか当たっていないのかよくわかんないやつ。そこでグリーンハーブがある、組み合わせちゃう。ハンドが頭。掴まれるけど、しかし破裂手榴弾を投げて爆発する。目ん玉に直接当たり、痛い痛い、熱い痛い。そこでリロードかい。そう、いやー、よくわかんない、よくわかんない画面になってる。ちょ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 、回復します。意外と大変だな。おお、そこでなんかいろいろやってますね。弾がある、ハーブある。あ、ちょ、はい、近いっつお前。ちょっと近く来るときは言ってください。燃やす。当たるんかい。意外と長かった。あ、なんか意外と焼夷弾を使ってしまった。クレアの目的はこの女の子のお母さんを探してあげるということですね。さあ、ちょっと先にアイテムだけ取ってきちゃいましょう。
こさっき全部取った。ワントが頭変わる。オッケー。リローリンちゃんとね、リローリンして。こっちよ。先にちょっとね、こっちをね、まずね、ちゃんと。パウダーか。結構ね、なんか育ちは いいとこそうな感じだよね。服装は着てるけど。すごい。お、動いた動いた。すごい。ハーブ、いやハーブはまだ使わない方がいいか。一応取っておくか、ハーブは。ねえ、ママはどんな人？アンブレラでお仕事してる。大切なお薬を作ってるの。アンブレラ？あの製薬会社？いつも仕事場にいる。あまり会えなくて。それじゃあ早く会えるといいね。そうだね。絶対やばい気がするな。お母さん、お母さん、多分ママと働いてたけど、もういないの。ああ、私も親がいないの。今は兄。さあ、サイドバック。本当に私たち共通点があるみたいね。嬉しいわ。いや、お母さん絶対ゾンビになってるってグリーンハーブとグリーンハーブで組み合わせとくか。これしまっとく。あ、使っちゃった。いや、じゃあセーブします。よし、何度か突破はしましたね。よし、では、行きましょうか。じゃあこれはお嬢ちゃんと一緒に行くって感じかな。あ、駐車場ね。はいはいはい。ほら、行こう。あそこよ。どこ？しまってる。でしょうね。どう見ても閉まってるでしょうね。カードがないもんね。カード機能。来て。ねえ、手伝って。さすがに無理でしょう。本当にこっちなの？シェリー、何？ずいぶん探したぞ、シェリー。こんな状況で一人で出かけるとは勇ましい。誰このジジイ。手を上げて膝をつけ。冗談でしょ。膝をつくの、今すぐ。シェリー、手をしまう。なんでこんなこと。黙れ。縛るんだ。
いいのか？言う通りにしないとこいつは死ぬぞ。どういうつもり？犯罪者から子供を守らないと。あ、カズキ。シェリー、おいで。何をする気？関係ないだろ。その子を傷つけたら許さないから。シェリー、こっちに来るんだ。名前は？名前を言えと言ってるんだ。クレア。シェリー、私と一緒に来ないとクレアが死んでしまうぞ。わかった、行くから。ママのところへ連れてって。もちろん。信じちゃダメ、嘘よ。クレア、行かないで。俺のやり方にいちいち口を出す。やめて、話して。しつけがなってないようだな。なんで、あそこね。厳しく仕込んでやる。ガラスでね。しかし。歩くん早いな、ゲス野郎。あ、ペンダントはゲットした。シェリーね、シェリー。了解。さっきのペンダントは？なんだあのジジイ。でもシェリーとはでもね、知り合いっぽかったからね。ここは開かないと。アイテムはなし。あ、ここは開いてる。こっちも開いてんだよな。どっちから行くか。あれさ、レオンの時ってこっちって行けたっけ？行けなかったよね。こっちから来たけど。そうだよね。多分ここ行けてないな。ラークマンスリー6月号。特集、ラクーンシティのヒーローたち。ラクーンシティで最も恐れられ尊敬されている人物は？その答えはラクーン市民なら誰もが知っている。イエス、ブライアン・アイアンズ警察署長だ。町中の犯罪者とゴロツキを震え上がらせる彼は、我々罪なき市民にとっては父親以上の存在である。アイアンズ氏は熱心な慈善活動家としても知られている。孤児の多額の寄付、困難を抱えた女性への支援、美術品の保護活動、動物愛護への取り組み、誰か知っていたら教えてほしい。我らのヒーローは一体いつ眠るんだろう。本誌の取材に市は当然のことをしているまでだよ。市民は私の家族だからねと爽やかな笑顔を見せた。これさっきのジジイじゃん。おいおいおい、所長だったの？所長さんよ、えらいことやってんの。地下の地図、エレベーター管理室、OK。所長室直通です。職員の利用は禁止されています。使えないと。なるほどね。使えない。これを、たぶんここ入ってくんだろうな。OK。あいつが所長か、ここの。なんかそういえば所長がどうこうとかね、あの、なんか、牢屋に捕まってたやつも言ってたな。レオン編の時。
まずブルーハーブ取る。組み合わせておく。この中にいった。いるー。焼夷弾で一撃じゃん。立花。焼夷弾強。あ、これは、あ、これあれか。犬小屋んか。そうそう、犬小屋の奥に死体安置所ね。わー、でも犬全滅して。嘘だろ、お前、マジかよ。手榴弾、おれ。オーケー。怖っ。あれか。2体もいんのか。でもおかげでね、犬は全滅してるから。オーケー。地上これだ。あ、そっか。なんでこれ開けるとね、出てくるパターンで、ね、いきます。おい、出す。取ったら動くやつ。鍵。強えなこいつ、しぶてえや。どんだけだよ。何回ヘッドショットよ。やつはちょっと。後ろだね。しまう。
オッケー。ジャスティン・ハンソン。よし。これね、クランクね。で、ダイヤの鍵、ようやくダイヤの鍵ですね。レオン編では出てこなかったね、鍵ですからね、これね。ようやくクリア編で手に入りました。ここにこれか。 OK。どうする？エレベーター先に動かした方がいい感じ？変電室とか行くの？射撃場とか。あっ、ちょっと待って。ビビったー。あぶねー。うぅ。では、焼夷弾、なくなったわ。怖っ。何体出てくんの、ゴディッカー射撃場ね。車のやつ。滝、はい。あ、空間のお願いね、はい。射撃訓練。答えの鍵使う。ここ初めて入るな。フィルムね。はい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 。おお、来た。焼夷弾の弾。OK、ここにはもう用はない。OK、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 OK。で、ああね、ここは開かないと。オッケー。じゃあエレベーターの方に行けっつうことですね。はい、ブルーハーブ、グリーンが欲しいな。グリーン、これね。これでエレベーターが動くようになった。氷河化。お、ストック。
ケー、あ、でかくなったな。でエレベーターが動くようになった。おきしよしよしで、所長室に直通ね。よし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 、組み合わせる。 OK。 あぶね、ここはどこ、3階の、おー、所長室で初めてここが来るとこだよね。わーわー、すげー、動物の剥製いっぱいだ。アイアンズ所長、君の誠実な対応に感謝し、例の口座にささやかな謝礼を振り込ませてもらった。好きに使え。引き続き部下への監視を怠るな。特にあの洋館から生還した隊員たちに注意を払え。必要なら処分をためらうな。 WP、 アンブレラ社との間にトラブルが発生した。幹部どもが私の研究成果を横取りしようとしている。だが心配いらない、すぐに落ち着く。君は通常通りこちらの指示した役目を果たせ。研究所周辺の警備を強化しろ。不審な人物を発見した場合は即刻排除しろ。殺しても構わない。アンブレラの人間であってもだ。 G の完成が近いバカどもに私の邪魔させない。言い訳にしろ。下水道の警備を怒ったらと何度言わせるんだ。今がどんだけ重要な時期か分かっているのか。止まっている装置については私が幹部にさえなれば何倍にもしてやれるんだ。なぜ分からない。君が、私が君を簡単に破滅させられることを忘れるな。WP からの脅しです。いろんな動物の剥製がありますね。そしてアイテムボックス。そこは一回閉まっとこう。サブマシンガンの弾。サブマシンガンか。オッケー、セーブです。さあ、ということでちょうどいいお時間なんで、今日はこの辺で終わりにいたしましょう。さあ、地下で、研究員倒した後ですね。幼女と一緒に駐車場まで来ましたが、そこでアイアンズ所長に出会ってしまい、幼女は連れ去られてしまいました。さあ、ということでね、幼女そしてアイアンズ所長に再び会うことはできるのでしょうか。さあ、ということでね、またよければ次回見に来てください。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。